吉田さん、平成の慶応キング坂本さんと畠山さんの試合私もね見ましたよそしてそのインタビューもまとめのインタビューも見てですね「僕は弱いから勝てるんです」っていうふうに何回もニヤニヤしながら畠山さんが言ってるのを見てねこれだなと思いましたよね自分の弱さをちゃんと認識して相手の強さをちゃんと認識するそうすると作戦が立てれるんですよでボクシングってのも努力と根性でぶん殴ればいいと思うんじゃなくてちゃんとね 相手の状態を知って自分の状態を知って、まあ言ってみれば自分の得意分野で相手のウィークポイントにパンチを当てればそこで勝負はつくわけなんですよ。で、どんなラッキーパンチも数百数万のパンチの繰り返しの上にしか成り立たないっていうことを考えると、まあ運っていうのは確かにあるんでしょうけども、でもその運っていうのも結局は自分自身で積み上げたカードの上にしか成り立たないってことなんですよね。最初から運や奇跡を当てにしているようではもうすでに そんな運や奇跡っていうのは振り向いてくれなくてその運や奇跡ってものもやっぱ掴み取るだけのね手を伸ばさないといけないところではほとんどの人が伸ばせない手を伸ばしていくってことになりますので運も実力の詩と言えるのかなと思いますはいそれで今回はですねやっぱりボクシングといえば竹原慎二さんでしょう竹原慎二さんはこんなことを言ってるんですよ人生誰でも不公平からのスタートなんじゃっていうふうに言ってますよねこれは別のところでも何かお話をしたことがあると思いますけども 生まれながらにして貧乏なのは自分のせいではない。でも死ぬ時に貧乏なのはお前のせいだっていうね。これまさにそうだなと思うんですよ。生まれた時のカードはどっちにしても選べないんですよ。その手元のカードがないからうまくいかないってよし考えるんだったら最初から試合放棄なんですよ。ずっとその道を行くしかないんですけども。とりあえず配られたカードはこれか。だったら勝負しないといけないなというふうに考えた時に、これは単なる勝つっていう話にフォーカスした時なんですけども、 自分の手数のカードがありますよね。それで勝てそうな相手と勝負をして、そいつのカードを分取っていけば自分のカードは増えるわけですよ。それを繰り返していって、小さなマーケットを支配して、中ぐらいのマーケットを支配して、最後はビッグビジネスができると。ビッグビジネスが活用できれば、次に投資の世界にも入れるっていう形でステップアップを踏むんじゃないかなと思います。私たちはいろんな場面で、いろんな競争を仕掛けられますよね。例えば、小学校、中学校、高校と、 とりあえず勉強の勝負っていうのは私の目の前に私たちの目の前にはっきりとした形で現れます勉強ができて成績が上から順番に自分の好きな選択肢を選べるわけですよ全てにおいては定員がありますこっちの高校に入るときに定員がいっぱいになったらその定員っていうのは点数が上の人から取っていけるわけですよだから満たなかった人っていうのはこっちに行くしかないんですよねそういいったことで繰り返しててかれて えまあ青森山田高校って言うんですかそういうふうな学校も確実に入れなかった方がいるんですよ希望しても入れなかった方がねそして希望して入ったんだけどもでも手持ちのカードを使い損ねてその学校を出るしかなかった退学になる人もいるわけなんですよそう考えていくと前回の話にもつながるんですけども選択肢を手にしたから勝負がついたわけじゃなくて選択したものをどう使っていくかによって勝負は変わっていくってことなんですよね、うん、世の中は 不平等不公平から始まってそして最後まで不不平平等不公平なんですよ。その不公平の徳の側にいるのか損にいるの側が,が違うだけで例えば成功者っていうのは不公平を全部飲み込んできた結果不公平で恵まれない方に行くんじゃなくて恵まれた方に行くっていう選択を選んで成功した人だと思うんですよね、うん、だから私たちもね不公平は当たり前だと公平な関係っていうのは誰に対してもないよと。 全部相対関係で上下っていうのは必ずあるとでもその上下っていうのは同じ人間の全部の上下ではなくてこの一点に関しては上下があるけどもこっちの点で見ると私の方が上だよねっていうのがあったりとかねそれが細かく同じボクシングという土壌でもスタミナという上下関係があったりパンチの強さという上下関係があったりスピードという上下関係があったり。 ボクシングテクニックセンスという条件関係があって複合的に絡み合ってさあどっちの勝負でしょうっていうところで拮抗すればですねやっぱり自分の強いところと相手の弱いところを勝ちさせたその作戦勝ちってこともありえるわけですよ同じ土俵に乗って同じパワーで勝負すれば畠山さんは勝てないと踏んだんでこのルートで戦うのはやめようと思ったところが勝因になったんですよねそして坂本選手は自分の強さがあるその強さで勝とうと思った結果その強さを発揮できずに 敗北していったというかつての戦艦大和の例だったんじゃないかなと思いますね竹原さんのうんなんかね世の中は不公平からのスタートなんじゃっていうのはまさにねこれはその通りよく言ってくれたと思います私も不公平からのスタートで最後まで不公平なんだと思います要は不公平の嫌な方に行くのか良かった方に行くのかっていう差があるだけで全部不公平なんですよ成功者も感じています自分についてこれなかったもう落ちぶれていった人を見てね世の中は不公平だなと たまたま自分はここにいるけどもでも一歩間違えたらあっちにいたのかもなっていうことですよねそれは吉谷さんこうやってネット活動を始めながらねずっとやってきて何人の有名どころが脱落していったか何人の何十万人というねフォロワーを抱えて人がいなくなっていたのかを見るとよく分かるんじゃないかなと思います何でああいう天才たちが君臨できなかったのに私たちは未だに続けているんでしょうか不思議ですねそれじゃあまたさよなら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 